はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安藤でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、僕がよく動画内で言ってる言葉なんですけども、 GVHG 拒絶反応っていう2つの言葉あるでしょ、よく言ってるでしょ。僕ね、実はこの2つ別物なんですよ。今日はその2つの違いをお話ししていきます。まず1つ目、 GVHG です。 GVHG は英単語の4つのそれぞれの単語の頭文字なんですけども、まあそのね、読み上げて一個一個説明したらいいんですけども、発音も分からず読めないんで、ちょっと字幕で勘弁してください。きっとこの辺に出してます。僕は後で編集でね出すんで、こんな感じです。 GVHG って出てると思うんでね。はい、でまあ日本語で言うと移植変態宿主病、移植変態宿主病と言います。っていうのは、何かというと、移植後に起こる、特有の合併症のことでして、ドナー由来のリンパ球、ドナーさんからもらう、骨髄液の細胞ですね、それが患者さんの正常な臓器、まあそれは患者さんのそのものの持ってる自分の細胞のことですね、それを異物とみなして交易することによって起こる合併症のことを GVHD と言います。一方、2つ目の拒絶反応はですね、患者さんの細胞がドナーさんの由来の移植片、先ほども言ったんですけども、そのドナーさんからもらった細胞のことですね、それを異物とみなして攻撃することによって起こる合併症のことです。難しいですよね。まあ、簡単にまとめますと、 GVHD はドナーさんの細胞が患者さんの細胞を攻撃することを言います。拒絶反応は患者さんの細胞がドナーさんの細胞を攻撃することを言います。はい、そんな感じです。まあそのね、合併症なんですよ。で、 GVHD に関してはね、移植変態宿主病って言うんで、病っていう漢字がついてるんで、病気なんでしょうね、きっと。じゃなかったらね、なんとか病なんかつかないでしょと思うんですけども、まあだから、まあどちらにしても僕の体を蝕んでることには間違いないんですよね。口の中がただれたり、下痢になったり、嘔吐したり、熱出たり、肌が荒れたりするわけです。目が見えへんくなったりね、してます。むくんだりもしてます。まあそういうのが、まあ、実際どっちやねんって言われたら、まあ、病院の先生は、ああこれは GVHD だね、拒絶反応だねって言うんですよ。だからそれどっちってなるわけですよ、僕からしたら。まあ、患者さんみんなそう思ってるんですけども、まあでも僕マニアックすぎるからこんなこと思うのも僕だけかなとは思うんですけども、ね、まあそんな感じなんです。どっちかわからんけど、まあ蝕んでることには変わりないんです。どっちもね、体を痛めつけてしまうんですよ。痛めつけ、そうですね、痛めつけてきますね、僕のことをね。でもまあ、これもね、後日動画でお話ししようかなと思ってるんですけども、詳しくは。それによって GVHD 合併症が起こることによって、拒絶反応が起こることによって GVL 効果っていう、白血病細胞、悪い細胞をやっつけてくれる効果があるんですね。それを目的として GVHD を引き起こしているのもある、拒絶反応を起こしていることもあるんです。でもその蝕んでくるのが激しすぎると、さっきも言ったようにね、嘔吐、下痢、口内炎のすごいただれてるやつ、粘膜障害ですね、で胃と腸がやられてしまうよとか、肌荒れがすごいよとか、
っていうふうなことを抑えるのが免疫抑制剤なんですよ、ね、だから飲まへんかったらそういうのが出てきますせと。でも飲んだら出てけえへんけども、その GVL 効果っていう白血病細胞をやっつけることも得られませんよっていうふうな状態の狭間で生きてます今ねえ、まあそんな感じです。もう一度言いますね、 GVHD というものはドナーさんの細胞が、僕たち患者さんの体をの細胞を攻撃する、拒絶反応は僕たち患者さんの細胞が新しく入ってきたドナーさんの細胞を攻撃するということになります。以上です。はい、まあ、今日はこんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。